こんにちは。ファッキンホーサムヘルマットの丸山です。こんにちは。棚、できました。とりあえず全部ぶっ込んで、漫画は一冊も入らず、あと本もね、めちゃめちゃありますね。あと服もね、しまえなくて、今収納器具がこれとクローゼットしかないんで、もう、何も入れることができないという感じで箱入りっぱなしです。何もしてません。ちょいちょいなんか買い足してって、しまって部屋になればいいかなと思ってます。で、今日は、ロストエイジを語りたいと思います。ちょっとね、ロストエイジを語りたいがためにこのチャンネルちゃんと始めたみたいなところもありますね。ぶっちゃけ。中1かな中1ぐらいからずっと聞いてます、ロストエイジは。16年かな今年で。16年ぐらい聞いてますね、ロストエイジ。その前にね。で、今回ね、今年の頭に、ゴミさんの歌詞集が出ました。ちょっとそのタイミングでちょっとね、やってみようと思いました。これは今までの楽曲全部の歌詞が入ってますね。で、紺ですね。黒じゃなくて紙というか紺で、で中の歌詞の字もね、紺なんですよね。で、ここタッペストリーとなってると、すごいこの、なんでしょう、こだわりを感じる一冊になってます。これぜひお買い求めください。これはね、一人の人間のなんか変化がすごい現れてる一冊です。はい。で、今回ロストエイジやるにあたって、2001年に出てました、僕らはまだ美しい夢を見ているロストエイジ20年史、石井絵理子さんのこの一冊。これがね、すごい本で、ゴミさんの幼少期から現在まで、もう歴史、ロストエイジの歴史というか、ゴミさんの歴史がこうまとめられた一冊になってるかなという印象です。これはものすごい分かりやすい一冊でしたね。めちゃめちゃ面白いです。これぜひおすすめですね。で、ロストエイジです。まあ、2001年結成の、奈良県在住のオルタナティブロックバンドですね。で、今メンバーは3人です。ゴミさん、ボーカル、ベース、で、ゴミタクトさんのギターで、ドラム岩木さんの3人ですね。昔ギターが入ったり抜けたりしてたんですが、今結局3人という感じです。あ、そう、ロストエイジの良さってやっぱね、生活が見えるんですよね。生活がすごい見えてくる。その自分たちのイベントも生活って名前つけるぐらいだし、ものすごい生活をテーマにしたバンドですね。ロストエイジは4期かな、4つの期間があると思ってますね。で、最初は、ギターがもう一人いて4人の、清水さんいた時ですね。で、清水さんがいる間にアルバム2枚出してます。その後に入った中野さん、これも、これはアルバム1枚かな、1枚出してます。で、その後3人になった初期と後期の3人、現在の3人という。初期はですね、だいぶハードコアな気が強いなという印象です。で、それもね、清水さんが結構そっちの気が強かったっていう感じになってるみたいですね、この本読んだ限りだと。最初はまあ、バッドピーピーっていうバンドだったかな。ゴミさん、ゴミ兄弟がやってたバッドピーピーっていうバンド。バッドピーピーっていうバンドと CCCNO。これちょっと読み方わかんないですけど。その CCCNO っていうのが、清水さんと、違うな。これ違うわ。ゴミ兄弟がやってたバッドピーピーというバンドと、清水さんと岩城さんがやってたバンド、生活排水というバンドがくっつきまして、ロストエイジになったという成り立ちみたいですね。で、バッドピーピーは、
まあ、メロコア、メロディックパンクをやってたという感じだそうで、で、生活排水はどちらかというとニルヴァーナとかそっちの、なんでしょう、オルタナ寄りのバンドだったらしいです。で、まあ最初 PSI ミスリーが出ますと、UK プロジェクトから出ますという感じですね。これはね、もういきなり、まあ EP で、まあ曲もそんな、まあ6曲ぐらいだったかな、なんですけど、もういきなりね、もう手紙とマインドジャイブっていう、もう今もライブでやってる大名曲がね、もう早速入ってます。これはね、まあ、そういう意味でも必聴ですね。いきなり必聴アルバムですね。プガチドライブライクジェフ、まあユニゾンの感じはなんかソニックユースの感じもあるし、でリフの感じはジーザスリザードみたいな、そのなんて言うんでしょうね、ジーザス、粗悪さみたいな、いい意味の粗悪さみたいなものがあったり、でもやっぱゴミさん自体は、メロコア上がりなんでメロがいいと、メロが聞きやすいメロだっていうところですね。で歌詞はね、初期はねだいぶ五感で選んでるというところです。ちょっと見てみましょう。五感で選んでるんですけど、なんとなくこう、なんでしょう、この殺伐感がねすごいあるんですよね。でまあなんといっても手紙の歌詞がねすごいですよね。母さん、俺はもう忘れちまった、腐った名前と恋に落ちた、捜査金曜は適当に終わった、今日はちょっと前ですね、心配ないと、いやー、この曲はねものすごいですね。母に宛てた手紙みたいな感じの始まりなんですけど、俯瞰して物事を見てるという、もう1枚目はそういった感じです。で2枚目というかファーストですね、プレイビズアイソレーション、こちらでございます。プレイビズアイソレーション、これも、UK プロジェクト内のクープレコーズ、クープミュージックね、クープミュージックから出してます。でこれはねまたよりハードコア色が強くなった1枚ですね。で前作はね、まだエモさというか初期エモのね感じがね残ってたんですけど、スーパーチャンク、ゲットアップキッズほどキャッチーではないけど、ゲットアップキッズをもうちょい複雑にしたみたいな感じの曲があったりとかしたんですけど、もうファーストはね、これはもうほぼほぼもうハードコアというか勢いで突っ走ってる一枚ですね。で、プレイウィズアイソレーションっていうタイトル、これも、清水さんがつけてるタイトルですね。で、ジャケットも清水さんが作ってますね。これはね、ものすごい衝撃でしたね、僕。あの、深夜の、多分平日の深夜のスペシャルね。PV をずっと垂れ流してるんですけど、日付変わって12時になった瞬間に、このテレビジョンシティの PV が流れて、なんだこれと。こんな音楽あるんだっていう、本当に衝撃を受けましたね、中1の冬。そう。これは本当に覚えてます。歯磨きしながらというか歯磨きしてる手が止まってましたね。すごかった、本当に。これは本当に思い出の一枚です。もっとね、その ADDI At the Drive In とかの感じも入ってますね。とあとなんかね、ミックスっていうかね、ギターの音がなんか違うというか、なんかユニゾンがかかってて、なんか薄いコーラスかなんかがかかってるんですよね。まあデジタル感ではちょっと違うんだけど、聞いたことないギターの音がしますね、この1枚は。でこれは初めて一発撮りを使って撮ったアルバムだという感じで、勢いがすごい。そうです。まあ聞く人によると、まあ、一辺倒で飽きるっていう人もいるんですけど、でもこれハマっちゃうと、刺さっちゃうともうずっと聴いちゃいますね。これすごいアルバムです。超ド級の名作。この年に出たロッキンオンジャパンかな、これがまた伝説の、まだ YouTube にあるかわかんないけど、手紙をやってる映像がありますね。それがやばいんですもうぐちゃぐちゃです。ゴミさんがぐちゃぐちゃ、もうベースギャギャーンってやって、開放でギャギャーンってやっちゃって、もうね最高です。で T シャツを見てもゴミさんが、ドライブライクジェフの T シャツ着てて、ドラムの岩木さんはホットスネックスの T シャツ着てるっていうね、まあ最高ですね好き
きだねっていうね、そういうねバックボーンが見えるのがいいというところですね。で清水木もう一枚ありますね。またこれまた名盤と言われてます、ドラマ。これも凄まじいアルバムですね。これが2007年リリースです。でメジャーデビューの一枚、まあレッドですよね。 PV まあすごいですよ。この時もねまだね歌詞自体にそんなに意味は持たせてないですね。意味というか分かりやすさは持たせてない。まあ代表曲レッドですよね。これも透明のスタイル、事件と喧騒、そこから見た見た、会いに行くさじ加減、手を握る手を触れる、まあほとんど意味はないように見えるんですが、もう殺伐とした気持ちがすごい出てます。その次にね続くね、また少年たちじゃない、子供たちか、子供たちというねまた名曲がここ2曲連続で続いてくるんですよね。でまあこっからもう怒涛のなんて言うんでしょうね、ミドルテンポな強音のダウナーな曲が続いていくと、これ夏に出たんですよ。夏に出てもう高1の夏っすね。これがねもうこれしか聴いてなかった、ほぼこれとチャットモンチーのファーストとエヴァだけの夏でした。夕方ぐらい、まあ4時ぐらいかな、16時ぐらいから聴くとねたまんないんですよね。夕景とこのどれかな、その3曲目ガラスに映るから、11曲目英雄な人殺しまでの感じがこう夏のジリジリした感じにねすげえ合ってて、焦燥としてくる、焦燥殺伐としてくると。で最後海の果実でこう結構泣きの曲というかなんですけど、このなんか切なさが結局残ってくるみたいなアルバムになってますね。これがねめちゃめちゃいいですこれでももう廃盤なのかな、廃盤かもしれないですね、もしかしたら。トイズファクトリーなんですけど、トイズファクトリーから出てたのはね結構廃盤になっちゃってて、もうないかもしれないね。これロステージです。はい、でこのアルバムを出して、清水さんは辞めますね、バンド。もうねこれ撮ってる時からねめちゃめちゃ仲悪かったらしくて、でもそれでもその仲悪いながらも突き詰めた曲たちがもうヒリヒリとした緊張感の中で撮ってるんで、ものすごい緊張感があると。この曲というか盤にも出てます。これは素晴らしいです。で清水さんが辞めて次中野さん入ってきますね。中野さんが入って結構モデストマウスとか、ビルトトゥースピルとか、そのローファイ系なオルタナというかインディーロックローファイみたいなところも入ってきますね。でここまでの曲って五味さんの曲を清水さんがアレンジして元バンドで練ってくみたいな感じだったらしいんですけど、清水さんが辞めちゃったんで、こっからは結構バンド主導というか五味さん主導で曲を作るようになっていきます。で中野さんが入ってね結構面白かったのは、まあ、ダブをねこの時期からねちょいちょいやりだすと、たまに、まあ、アルバムに1枚やるかなぐらいの感じでダブをやっていきますね。まあ、脳にはビートを、眠りには愛をだと、テレピン叫ぶって曲ね、この曲はね中野さんがベースやってて、でゴミさんはねマラカスやってますで歌ってますっていうね、そういうのもちょっとやってたりして面白い一枚になってますね。これでですよ、で2009年に声が出ますと、ゴーです。ゴーですね、ゴーさんみたいな言い方になっちゃってるけど、ゴーです。タクトさん曰く当時のインタビュー、どこでインタビューだったか忘れちゃったけど、ゼッペリンを研究したっつってて、結構ハードロックのリフというか、まあ、リフとつけやすいリフものみたいなのが結構入ってます。このアルバムすごいポップなんですよね、この1枚ね。めちゃめちゃポップです。ポップというか、まあメロがすごいちゃんと入ってくる曲
にアルバムになってると同時に歌詞もなんか意味ちゃんとありそうだなみたいな感じの、歌詞になってきだしますね、この辺りから。はい、でレディヘッっぽい曲もなんか入ってたりして結構面白いんですよね、今聞くと。でこれ買って高3かな、で初めてのステージを見に行きましたね。アートスクールとのツーマンのツアーで、横浜のベーシスでやってました。いやー初めて行きましたね、最高でしたね本当に。マインドジェイブとかやってなかったかな、手紙もやってなかったかもしんないな、もしかしたら。まあ人間ロボットとかやってたんですけど、そういう感じでしたね。まあ楽しかったね、初めて見に行ったんで。でこのゴミさんと中野さんのサインも当時いただきましたね、最高でしたね。でこのジャケットはね、今回タクトさんが、野菜を切って断面図をこうジャケットにしたと。で僕黄色好きなんでね、黄色最高ですね。これもまあおすすめですね、はい。でこれ出して、ツアーですね、このツアー年末かな、年末に中野さんが辞めると。どんだけ辞めんだという感じですね。まあでもそれもそのはず、みんなバイトしてたしね、まあ、メジャーなのにバイトをしてるというその切なさがありますよね。まあちょっと中野さん辞める時もちょっとゴタゴタしたりしたんですけど、主に清水さんのせいでちょっとゴタゴタしたりしたんですけど、まあそこはゴミさんのブログが当時の残ってるんで、まあぜひよかったら見てください。2009年ぐらいの時ね、よかったら見てくださいと。まあ、2010年ですね、次。で、こっからもう心機一転3ピースになりますと。で、出ました、ロストエイジのセルフタイトル。